ドリール子者は、イギリスの子者、貴族、連合王国貴族爵位。第6代ドリールダドリー男爵ウィリアム・シドニーが1956年に、譲されたことに始まる。一族の邸宅ペンズハーストプレイス初代子者、ウィリアム・シドニー。オーストラリア総督を務めた。子者家のシソジョン・シェリー・シドニーは、ゴアリング城のシェリー潤男爵家の次男として生まれた。 彼は1818 18年に順番尺に助せられた。また、ジョンは1793年に母方のシドニー姓をその加盟に加えている。その子、フィリップ・シドニーは、トーリー島に属する庶民院議員として、活動、寝室環境に任じられた年の1835年に、連合王国貴族として、ケント州ペンズファーストなど、リールダドリー男爵に少女した。 彼以降の男爵家当主は、シェリー姓を用いず、主にシドニーを加盟として名乗り、現在に至っている。なお、爵位名はいずれも、初代純男爵の母方の先祖の名字や、従属爵位にちなんでおり、最高の意味合いも兼ねる。二代男爵フィリップは、岐阜の要望から、法律を加盟に加えた後、再び加盟をシドニーに戻している。彼の後はその長男、フィリップ。 次男アルジャーノン、三男ウィリアム及びその子、ウィリアムの順で、爵位は継承された。六代男爵ウィリアムは保守党の政治家で、空軍大臣やオーストラリア総督を務めている。彼は1 9 5六年に、ケント州ペンズハーストのドリール死爵に、登る爵した。初代死爵は一九六十五年に、東園サーシドニーシェリーより順男爵を相続したため、この順男爵位も、 尺くらいの従属尺位に加わった。その子である二代四尺フィリップが2020年現在のドリール四尺家当主を務める。一族の邸宅はケント州タンブリッジにあるペンズハーストプレイス。また、かつての邸宅にはヨーク州に位置したイングルビーマナーがあった。一族のモットーは運命の誘うところへ。現当主である第二代ドリール死者フィリップシドニーは 以下の釈意を有する。法定推定相続人は、現当主の息子である、フィリップ・ウィリアム・エドマンド・シドニーカカ。釈意の、ディールは、母方の親族第四代レスター伯爵、ロバート・シドニーの従属釈意である、ディール子爵にちなむほか、ダドリーは、同じく母方の初代レスター伯爵、ロバート・ダドリーの加盟に習ったもの。ありがとうございます。